黄色くなった花の音葉の形が見えるハマイヌビワは、クワカイチジク属の樹木。葉の基部が左右非対称になっている。上緑の低木、または小高木で、高さは3から7メートルになる。若枝は無毛。樹皮はやや灰色を帯びる。拓葉は線状皮心型で先端が尖る。葉は2列に固成する。傭兵は長さ0.5から1.5センチメートル。 陽芯は楕円型で、先端は少し突き出し、その先は尖っているかまりい。基部は左右非対称になっており、次第に狭まってそのまま陽平に流れる。陽芯の長さは7から20センチメートル、幅は3から8センチメートル、円は滑らかで表裏面ともに無毛で、表面にはややツヤがある。陽液の古部から花をつける。私有一種であるが、有志の花の王は同型。 花の尾は、球形で、径5から6ミリメートル、熟すと、径1センチメートルになる。熟した時の色は、オカブでは黄色、メカブでは赤になる。和名は海岸に多いことから付けられた。奄美大島以南の琉球列島に分布する。国外では、台湾、フィリピン、セレベス、モルッカ諸島、ニューギニア、ポリネシアに分布する。沖縄では、 海岸近くの石灰岩地に多く見られる。日当たりの良い、開けた場所ならどこにでも生息する。メッカブの赤く熟した花の尾は鳩やヒヨドリによく食べられる。分布域が広く変異の幅も大きいので、近畿多種との区別は必ずしも半然としない。しかし、日本では葉の形が独特で区別は容易。以下、種として、サタケほか、 P91 から92タワダ監修、P17 ハット AB 横山、P146AB 横山、P142、ありがとうございます。